はい、どうも皆さん、こんにちは。まるちゃんです。ということでね、今回なんですけれども、今回ですね、まあね、フォートナイトの世界に今、海賊が来てるわけなんですけれども、海賊たちのね、秘密基地を発見したんでね、まあ、今回ね、そいつを紹介していこうかなと、思いますわ。この宝箱、俺のやで。で、その、海賊の、ね、ちょっと秘密基地がね、どこにあるんやねん、どこにあるんやねん、どこにあんねんっていうね、まあ疑問に思ってる方もいると思うんですけど、マップのね、この雪山の端っこ、こちらにですね、まあ船が止まってるわけですよ、海賊船が。この海賊船の止まっているところ、ちょ待って、これ、タクタク回して。よし。この海賊船が止まっているところね、まあ、本当はゴミ箱から入った方が早いんだけど、あそこの物資の中から。まあ、ここね、ここ。この海賊船よ。まあこれがまあ止まってるわけですよ、ここに。で、ここから、よいしょ。なんで、洞窟がね、前からまあここにあったんですけど、まあこっからね、奥に入っていくと、もう海賊たちはね、秘密基地にしておると。よし。新スコやから、俺は。かわいいかよ。ちょ、一旦上から入った方がね、早いんですし、わかりやすいんで、ちょっと上から行きましょうか。じゃあ、ちょっと、大砲あると思うんで。まあ、この船もね、根元壊したらね、昨日の動画みたいにね、まあ一瞬ね、漁れると思うけど、まあ一旦ここ漁るのは省こうかな。大砲あったわ。大砲で上まで行こう。ほい。よし。あ、ちょうどいい感じじゃない？大砲エイム神かもしれない。このね、ブッシュの中に、まあね、このトイレがあるんで、このトイレ入ります。でも、このトイレ入ると、はい、秘密基地ですね、こちら。まあ、このね、地下はもともと前からあったはあったんですけど、まあ、これね、まあ、海賊たちの秘密基地になってると。まあね、もう風景変わっちゃってるんですけど、まあ前の風景もね、まあ良かったけど、これかっこよすぎん。まあこのね、なんていうの、パイレーツ宝箱とでも言うか、まあこのボトルシップが出てくる、この宝箱が、まあ確定枠してるんで、ここで。まあね、ボトルシップが確定で欲しいよ、手動でっていう人はね、まあ、ここ来たらもらえます。二つあるのかな？確定枠。まあ一個は確定で湧いてるんですけど、これがね、まあね、ちょっとね、かっこいいし、いい感じなんじゃないかな、ということで。宝箱。あ、これパイレーツ宝箱じゃない。これは？あ、これパイレーツ宝箱や。三つ確定湧きしてんのかな？じゃあ。三つ湧いてますね。だいぶ。三つ手に入るんで、まあ、トリオとかでも物資十分かな。物資十分、まあ十分だと思う。ここだけじゃなくて、ここって、ここの、レンガを壊すと、奥にね、さらに漁れる場所がね、存在するんですよ。こっちを破壊して奥に進んでいくと。ここを進んでたら、まあ、ここにね、宝箱が。ここ二つぐらいあるはずだよね。三つぐらいあるんだよね。二つあって、で、ここにもう一つあってと。で、この宝箱壊して、奥行ったら出れますよ、と。こっちの奥行ったら出れます。で、ここ奥行くと、ここにも宝箱がある。で、この奥がさっきの海賊船のところに繋がってるって感じだね。まあ、これがね、まあね、ここのスポット、まあ、物資がめちゃめちゃ強いっていうのもあるし、まあ、仕様も変わってるんで、まあ皆さんよかったらね、見に来てみてください。ボトルシップ1個売ってるね。いや、まあ、正直な話言うと物資めちゃめちゃ多いんで、まあ、降りるのありかなって感じはありますね。よいしょ。まあ、物資大量にあるんで、まあ、ソロはもちろん、デュオとかトリオでも全然足りる物資量なんで、まあ、売れるのはありかな。車おるやん。怖っ。こっち来たやん。こっち来たやん。行く。お前倒す。まずは楽な方がね。死んじゃう。こいつらえぐいな。あ、壊せるね。あ、壊せる。あ、5センチくたたん。この車も壊す。ハロー。
ああ、これすんの、ポーション飲まして、じゃない、やばすぎる、こいつ痛い、ボトルシップ痛いな、これと。天才的なピースコントロールを披露してしまったな。よし、じゃあちょっとあいつの物資も取りたいな。対空落とされたかな。よし、じゃあちょっと移動していこうかな。ちょっと EMP 欲しいな、車来た時用の対処に。よし、じいじ、逃げられへんで、お前俺から。どういうねん、一緒にドライブしようや。な。俺たち両思いやん。一緒にドライブしようやな。な。一緒にドライブしような。こんな車いらんやろ。俺らで。あいつ、舐めとる。お散歩デートしてくれないあいつ。いや、当たれへんなぁ。大丈夫だろ、大丈夫だろ。俺のメダルやで、お前逃がすわけないやろ、お前。ちょっとあの金の車がさ、追いかけてたから。え、なんバコーンって何だって動くだけで、何のダメージ、何のダメージあいつ食らってるけど、死んだし。俺のメダル持ちます。俺のやしな、貸して。よし、じゃああと俺のや。いや、あった俺のや、これ全部俺のや、メダル全部俺のや。最後やで、最後やで、こんな未熟がないな。でもゲートキーパーしか未熟ないな。なると嫌いな人なの、最強なのに。あのアサルトが一番この辺いたぉ。あそこの上いたんだ。下から落としたからいないのかと思った。ニュンニュンニュン。よし。あ、コーラ。それはいただこう。よくよく考えたら、ミシックの拳も持ってないな、あの人。なんでやろ。さあ、残る敵はあと一人と、これはね、もうビグロイするしかないんだよねっていう話。どこにいるんですか、敵さん。この上とかですかね。いない。どうや。この辺にいないんかな。こっちからさっき銃声をしてたんやけど。おらんなんだよ、あれ。消えた。あ、この広さやからな。のめんどくさいけどな。この辺見てほしい。どうや、敵さん。縦積みしよう。見つけたー、敵をようやく見つけたー。君で終わりだよ。よいしょー。はい、ということでね、まあ秘密基地の物資でまあ無事ビグロイすることができました。まあ最後はミシックとか使っちゃってる。まあ、ただね、あそこの秘密基地、まあ、物資量多いし、まあ、資材も集まるし、まあね、結構いいところなんじゃないかなとね、僕は思います。皆さんにもね、おすすめですということでね、降りる場所決まってない方は降りてみてください。ということで、この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。